どうも、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていきます。今日はね、東海大甲府について話していこうかということで、東海大甲府のもう時代がね、完全に終わってしまったので、なんで時代が終わってしまったのかと、その理由とか、その原因とかね、いろんな、ね、事件とかにね、今日はね、迫っていきたいと思います。ほんでね、まずね、東海大甲府ね、まあみんな知ってると思うんですけど、まあ山梨の高校で、ほんで、もう自分らが中学生ぐらいの時で言ったらね、二遊間がいるみたいな、新海なんちゃらみたいな、渡辺、多分そんなんやって、二遊間、日本一の二遊間目指すみたいなんでね、ネット更新で取り上げられとっても、とりあえず東海大甲府って言ったらもう守備のイメージがあって、ほんま超名門でね、甲子園にもね、しょっちゅう出てたんですけど、これね、意外にね、甲子園ね、最近で言うと、もうずっと山梨学院の方がイメージありますよね。山梨学院が最近強くなったことによっても完全に時代が終わってしまったっていうのがまず一個の理由と、あともう一個、何個か言うとしたら、令和3年に意外に出てるんですよね、甲子園。令和3年の春に出てるんですけど、これね、コロナ世代なんで、全然言うたら、学校側がね、これ甲子園とか出たらめっちゃ名前売れるんですよ。だから多分次の下関国際とかね、多分ね、入部者とか増えると思うんですけど、この年の、言うたら春のね、無観客ですから、無観客ちょっと客入っとったんかな。2021年ですから、そんなね、客もね、あんま入ってないところで、あんまね、目立たない甲子園ということで、そのね、春に出ました。東海大甲府。ほんで、そこでは、まあ、1回戦で負けてしまったと。ほんでね、それの意外に、その前で言ったら、平成28年なんですよね。だから自分らの2つ上ですから、結構前になるんですよね。5、6年前ぐらいに、春に選抜で出たんですけど、それもね、ちょっと1回戦で春で負けてしまったんで、もう思ったより東海大甲府って甲子園に全然出てないんですよね。だからもうほんまに完全に時代が終わったなと。ほんでまあね、それをね、決定づける場合だね、これはね、大事件ですよね。これが起きるんですよね。ほんでね、これはね、何やねんっていうとね、自分らの年ぐらいに、これね、タバコがバレたんですよね。これ東海大甲府ね。ほんでね、まあこれ、ある一説で言うと、とあるね、有名な選手、ほんまに有名な野球選手ね、もう、めちゃくちゃね、いいピッチャーの人が、名前も有名、中学校から有名な人が、そのタバコをチクって、ほんでね、それが事件になったと。まあね、そのタバコ吸う人も悪いですけど、まあね、チクってしまうのもね、実際それで、対外試合禁止みたいなの食らってますから、多分それで結構、もう東海大甲府はもう最悪な、なかなかね、甲子園出れない、こう選手が集めれない環境に時代が終わっていったかなっていうのがね、これ一番考察できますよね。ほんでね、そのね、まあ事件を置いとって、そのね、年、まあ自分らの年ですよね。その自分らの年に、その事件があったんですよ。ほんでね、このね、自分らの年ってね、東海大甲府は絶対に甲子園に行かないとダメな年だったんですよ。もうめっちゃ選手を揃えられとって。ほんで、ここで行けへんかったらもう育成不足ってね、多分ね、他の中学、その選手を与えた側の、チームは絶対にそういう評価に、なんですかね、なってしまうんですよね。こんないい選手ら集まってるのに甲子園行かねんかったみたいな。でね、その時に集まった選手、その言ったら東海大甲府の選手のメンバーで言うと、まずね、今中日の浜選手ですよね。でね、その頃で言ったらスポーツ大賞にもね、出てますから、もう超注目も浴びてますよ。もう中学時点でもうフォロワー7000人ぐらいいましたから、多分ね、ツイッター。両投げで出て。ほんで、その浜くんと、ほんでね、それと一緒に出とったこのね、小野寺くんっていうね、もうめちゃくちゃね、体のごつい。これもね、140超えるピッチャーです。ほんで、このね、右ピッチャーの子も、東海大甲府に進学と。もうこの時点で、めちゃくちゃね、東海大甲府、めちゃくちゃね、注目浴びとったんですよ。ほんで、でもそのこのね、小野寺くんっていうのを抑えて、その東海大甲府のその時のエースになった、北海道出身のね、左ピッチャーのエグい子いるんですよね。でもワンチャン、多分今年プロ多分行ってると思うんですけど、その選手がおって、ほんで言うたらもうその3人がおる、東海大甲府が、実際ね、甲子園に出れなかったと。だからね、これで言うたら、そのパイプのある高校とか、まあ中学だから言うたら、預けた側のチームが、もう東海大甲府もそんな、こんなええ選手集まって甲子園行かれへんのやったら、もうそれやったらもう上げる必要ないなっていうことで、もうね、選手を上げるのをやめてしまって、ほんで東海大甲府がもう、
取れる選手が弱くなって、ほんならそんなやったらもう山梨学院行くっていうことで、山梨学院に選手が流れていったと。もうね、そのパターンだと思います。ほんでね、やっぱね、山梨学院のね、話を聞いておくとね、聞いてるとね、そんなね、練習ってきつくないんですよね。だからそれもちょっと、まあ、東海大甲府もね、練習、まあ、めっちゃきついってわけじゃないんですけど、やっぱね、その練習楽な、練習楽でなおかつ強いね、山梨学院の方がね、人気が出てしまったっていうね、もうこれがね、もうここ最近の、もう山梨学院ユニフォームも変わって、ほんでもう最近で言ったらもう毎回甲子園にはね、絶対出てきますから。だからね、もう完全にこれはもう、まあ世代交代っていうか、東海大甲府強かったんですけど、もう、山梨学院にもう今は乗っ取られたというか、もう昔で言ったら、山梨学院よりか東海大甲府一強やったんですけど、もう時代が変わって、ね、山梨学院になったんかなって、もうね、今回のこの事件とかを知ってる身からすると、やっぱりこう、タバコ1個の事件とかね、こう、タバコのこの不祥事で、対外試合禁止とかなっただけで、やっぱりこうね、長い利益を見たらね、あれってほんまに損失やなって思います。やっぱりこう、自分らね、大阪改正も、まあ、大阪改正も事件多すぎましたけど、やっぱりこう、事件になってしまうと、こうね、今のこう、選手とか、まあまあまあ、全然ね、頑張ってるし、まあ、普通にいい選手だと思うんですけど、やっぱりその当時の、大阪回線を取れる選手の層に比べるとね、やっぱりね、明らかに絶対落ちてるんですよね。だからこう、タバコの事件とかあったり、その監督が変わったりであったりすると、やっぱりね、基本的にはね、選手の層とかがね、めちゃくちゃ落ちるんで、だからもうそれぐらい、タバコとか、そういう事件とかってもうめちゃくちゃ、ちょっと一回でも起こしたらやばくなるなってます。だからそのね、タバコ吸ってる側の人らももう、その事件一個でもうね、人生狂ってまうっていうのをね、分かっといてほしいですよね。でもね、その年はだからね、自分らが中3の時ですかね、会話とかでも、まあ、山梨はもう東海大甲府がもう、余裕で行くやろうと。だからその当時で言うと山梨学院ね、今でこそなんか有名なね、選手がね、結構多いですけど、その当時って言ったら山梨学院なんかもう、どこみたいな。山梨学院、あるな、ぐらいの、前たら認知度やったんですよ。でもね、それがもう今となればね、もう山梨言えば山梨学院ってね、なるぐらいまでなったんで、だからもうほんまにね、明らかにこの山梨野球はもう東海大甲府の時代はもう完全に終わってしまったなと。だからもうここから蘇ることはもう正直もうあんまりないんかなって僕は思いました。はい、もうね、今日はね、時代が終わってしまった、はい、東海大甲府の話をしました。もう東海大甲府ね、ちょっと、ね、悲しいですけど、はい、もう僕あの縦縞大好きですけどね、あんな服装絶対持ってますからね。けどもうちょっとね、時代が終わってしまったということで、皆さんが思う、今回、まあ、この事件とかにね、対しての意見、東海大甲府ほんまに時代終わったのか、ね、皆さんの意見を聞かせてください。それじゃあ。